はい、こんにちは。パーカッションの高畑です。ゼロから始めるパーカッション、ティンバレス編。この動画のシリーズでは、このティンバレスという楽器について、1から、いや、0から解説していく初心者の方に大変優しいレッスン動画となっております。で、前回までで、このティンバレスの基礎知識と、ティンバレススティックの持ち方、そしてパイラの叩き方と、リズムパターンというところまで解説しましたので、まだ見てないよという方は概要欄からご覧ください。そして今回はですね、いよいよこのティンバレスのこの音です。リムショットでございます。 まあ、正確に言うとオープンリムショットになるんですけれども、この音の鳴らし方、出し方っていうのを解説していきたいと思いますもう。ティンバルスといえば、この音なんじゃないかというぐらい、このリムショットっていうのは、ティンバルスの代名詞的なサウンドなわけなんですね。でリズムパターンを叩いているときの、ちょっとしたアクセントだったり、フィルインだったり、ソロで、オララララと、スパパパパ,パと、叩きまくるのは、これ必須のテクニックなんでございますよ。ただ、このリムショット、初心者のうち、慣れないうちはね、えいあれ ならないないとそうですこれうまくいい角度でね当たらないとこうスコーンっていい音が鳴らないミスショットしやすいテクニックなんですねで今回はこの動画でこのリムショットもう確実に当てられますともう目つむってても当てられますっていう方法やり方を紹介しますのでぜひ最後までご覧くださいはいでは練習する前に楽器のチューニングだけ確認しておきましょうこのリムショットスコーンといい音で鳴らすためにはこの 右側のティンバレスをですね、ある程度高いピッチ、ハイピッチにチューニングしておく必要があります。まあ、最終的にね、この音の高さっていうのは好みなんですけれども、僕の目安、僕がおすすめする音程としては、だいたい G から A ぐらいの音程、ピッチにしておくと、このリムショットがスコーンとなりますし、この真ん中の音、この音がプリプリっといい音になりますので、大体 G から A ぐらいがおすすめです。 なので、チューナーあるいはスマホのアプリなどでチューニングできるものを用意して、こう、音を鳴らして、音程を確認してみてください。で全体ご共通ですけれども、このチューニングラグを締めれば締めるほど音程は高くなりますし、緩めれば緩めるほど音程は低くなります。でこのラグ付近のヘッドを、トントンと軽く叩いて音程を確認して、チューナーで音を聞きながら、 上げたり下げたたりり下しししてチューニングしましょう。で大体このラグ全て均等になるように同じ音程になるようにチューニングしましょうでちなみに僕の場合なんですけれども僕の場合はこの高い方の太鼓を a フラット、g シャープにチューニングしていますだいたいこんな感じの音ですねでものすごい耳がいい方のために一応解説するとなんで a フラットかというとこの僕の使っている楽器のパイラの音が これが大体いい C シャープなんですよ。こんな音程わかんねえよと思うかもしれないんですけども。で、この音とね、この音が一応5度の関係で、まあ、おおよそハモるようにチューニングしております。まあ厳密にやるとこういうチューニング方法もあるよっていう感じです。ではまあ、叩いてみて、まあ、そんな気持ち悪くなければ大丈夫ですで。ちなみにこの低い方はだいたいこの高い方に対して5度下。 でチューニングすすることとが多いいかなと思います例えばこの高い方が G だった場合は低い方は C。で、高い方が A だった場合は低い方は D っていう感じですね。ただ僕の場合ちょっと特殊なチューニングをしておりまして、これは1オクターブ下にしてます。A フラットでこっちが1オクターブ下の A フラット。で、むちゃくちゃね、ミュートしてます。僕は結構こっちをバスドラムみたいな感じで使うことが多いので、 この関係を1オークタープにしていますはいではチューニングできましたらいよいよリムショットを叩いていきましょうリムショットの原理はね極めて単純明快でこスティックを振り下ろした時にこのスティックが縁リムと座面の2箇所に同時にこの2箇所同時に当てることさえできればこれスコーンっていう抜けのいい音を得ることができますこれがリムショットになります でこの2箇所が同時に当たるように狙って叩いていくわけなんですけども、まあ、当然ねこの先端が先に当たってしまうとこの断面の音だけがしますしこのリムの方が先に当たってしまうとこういうミスった感じの音になってしまうとなので今回はこの2箇所が確実に同時に当てられる方法っていうのを伝授したいと思いますで前回までのレッスン動画を見てくれたみんなはですねこのスティックにこうマーキングをしてると思います でマーキング何それという方は、えー、前々回のですねパイラの叩き方っていう動画でこのマーキングについて解説してますのでぜひそちらを見てからまた戻ってきてください。これがあるだけでね練習時間大幅に短縮できますのでぜひ、えー、これやってください,、はい。ではスティックにマーキングができましたら今回もこれを目印にやっていきます。まあ、なんとなくねお察しの通りなんですけども今回はこのマーキングをこのリム縁に合わせます。むちゃくちゃ分かりやすいと。 このマーキングのマークの位置がこのリムに重なるようにスティックを置いてください。でまあこのように狙って叩いていくわけなんですけどもここが決まったら今度はこのスティックの先端がどれぐらいの角度っていうかどれぐらいの深さでダメに当てればいいのっていう話になりますよね。でこのリムショットのサウンド音質っていうのはこのスティックが浅ければ浅いほど。 割と、感高い音、キャンキャンキャンっていう高い倍音がたくさん乗った音になります。で、これをこうだんだん深くしていくと、ちょっと音程がたん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 って下がっていく、音が詰まった感じの音になります。ので、まあ、ゆくゆくは将来的にはね、この深さをいろいろコントロールして、音色を使い分けるってやってほしいんですけれども、まず初めの段階、初心者の段階は1箇所、基準の。 リムショットのポイントを決めて、まずそこに確実に当てられるようにしましょう。はい、では、基準のポイントをお伝えします。と、この画面まんまるですよね。この円の半径、半分の長さを三等分します。三等分して、外から三分の一のポジション。ここが基準のポイントになります。もう一回言いますね。この円の半径、半分の長さの三分の一、外から三分の一が基準のポイントです。 ちょっと分かりやすく書いてみますね。この中心がありますよね。中心があって、この中心から外までの長さが半径になります。これを3等分します。3分割して、外から3分の1の位置です。なので、おおよそ、このあたりになりますね。で、これがね、もう一生使える打楽器の知識なんですけども、こういう 円の太鼓、ほとんどの太鼓ってこういう円のダメージしてると思うんですけどもこの外から3分の1のポイントがこれ一番響くポイントになります。とい,いうかもう,こう振動する楽器っていうのはね大体この比が1対2のポイントが一番響くスイートスポットになります。そうしましたらこのスティックのマーキングの位置をリムに重ねてスティックの先端部分がこの3分の1のスイートスポットに重ねるように 位置を調整してくださいでいくつかねこう重ねられる場所があると思うんですけれども自分がこう自然に振り下ろして自然に楽に重ねられるポイントを一か所決めてくださいはい僕の場合は、まあ、ここになったというわけですねはいもうそしたらねこのだめんにシールを貼っちゃってくださいはいもうそしたらもうたたく場所が一目瞭然であると。 あとはこのスティックの先端で毎回このシールのポイントを狙えばよいと。めちゃくちゃ分かりやすいと。これね、バカにしないでぜひやってください。これがもう最大のコツでございます。これでもう練習時間大幅に短縮できます。はい、ではついでに左手でリムショットを打つときのために、もうこの右側のシールのちょうど反対側、左側にもシールを貼っておきましょう。これが左でリムショットを打つスティックが当たるリムショットポイントになります。はい。 で後からやるんですけれども今度ねこのリムショットのポイントとこの画面の真ん中のポイントこれプリッとした音この音を叩き分けるこの2点を移動するっていうのをティンバレスではよくやりますのでもうあらかじめこの真ん中にも2箇所こうシールを貼っておきましょう、まあ、つまりねこの左右のスティックを構えた時に真ん中で叩く時はこの2箇所を。 叩けばよくてリムショット叩きたいときはこの2箇所を叩けばいいっていう感じになりますはいでは基準のポイントシール貼れましたらあとはここを狙って叩いていきましょうまずはスティックをオープンで持ってゆるく縦の素振りをしましょうふらふらふらと楽にねすぶってくださいスティックを持つ手はゆるい状態ギュッと握らないでオープンでゆるい状態にしてふらふらふらとで指や手首はまだ使えませんこの腕をね 軽く揺さぶる、揺らす感覚で素振りをしてください。で、あとね、もうこの素振りのままこの、このまま徐々にこう楽器に近づけばいいっていう感じです。で、この先端部分がこのシール、でこのマーキングがリムに当たるように位置関係を調整してください。はい、こういう感じですね。僕いつもこう両手で練習しちゃうんですけども。 音がダブって分かりづらいわという方はね片手ずつで構いませんので楽にこう素振りしてる感覚のままこのポイントに当ててで初めのうちは結構ミスショットしてしまうかと思うんですけれども弾ませる感覚で徐々に徐々にこの傾きを微調整して。 こう連続でスコンスコンスコンと当たるポイント連続でリムショットが命中するポイントを探ってそこで何回も連続してリムショットが当てられるように続けてみてくださいでこう楽に緩く振った状態で当たるようになってきた,なってきたとなりましたら今度はねこの。 リムショットが何発連続で続けて出せるかっていうゲームだと思ってやってみてください。ゲーマーの方はね、もうこの、ここにエイムして、ここにショットするっていう、もうこういう FPS だと思ってね、これを何連発当てられるかっていうゲームだと思ってください。で、これを100発当てます。100発連続です。1、2、3、4、5、6、7、8って、これを連続して100発当てられたらクリア。 こういうゲームだと思ってやってみてください。はい、ではちょっとやってみます。一、二、三、四、五、六、七、八、九十、二、三、四、五、六、七、八、九、三、二、三、四、五、六、七、四十、五十、六十、七十、八十、九十、百とこういう感じで百発当てられたらクリアでございますので、えー、ぜひやってみてください。 まあこれぐらいの精度で練習して、この感覚、まあ、当たる角度とかね、リムショットが当たる感覚をもう何回も繰り返すことによって、これを体と脳にインストールするという風にやってみてください。で、このティンバレスで初めてスティックを扱うという方にとってはね、いきなり100発は難しいなと思うかもしれないんですけども、ちゃんとね、スティックをマーキングして、画面もマーキングして、この当てるポジションを見える化すれば、かなりの精度で、リムショットを当てることができるはずです。 であーっとこうミスってしまったとしても、まあ、ちょっとずつでいいんでちょっとずつこの連続して当てられる回数っていうのを増やしていけばいずれ必ず100発当てられるようになりますで100発当てられるようになったらそんぐらいの感覚が身についたんで、ね、もう目つむってても当てられるようになりますから、まあ、じっくりね調整していただければと思いますはいではここから先はさらにプラスアルファの練習内容になりますので余裕がある方はやってみてください さっきシールを貼ったこの真ん中のポジションありますよね。今度この真ん中のポジションとリムショットポジションこの2点を行き来する交互に叩くという練習をやってみましょうつまりこの真ん中トンっていう音とリムショットポジションカーンっていう音とこれを交互に叩くということですね。 こんな感じで練習してみてみくださいこれはかなななりり実践的な内容になりますでこのスティックの移動が伴う分ですねこのリムショットのポジションに当てる難易度がさっき連続して100発叩いていた時よりも難しくなると思いますのでこれはかなりね鍛えられる練習というか実践的な内容になりますので余裕がある方は是非挑戦してみてください はい。というわけで、今回はリムショット確実に叩く方法でした。もうやり方は伝授しましたんでね。あとはやるだけでございます。はい。これ見てるだけじゃ変わりませんからね。愚直にこれシール貼って、愚直にこう、続けて、叩いたものだけが着実にレベルアップできますので、えー、ぜひ僕を信じてやってみてください。はい。こんな感じで、このチャンネルではパーカッション情報を毎日発信。毎週日曜日には YouTube ライブを使ったパーカッションワークショップもやってますので、引き続きをチェックしてください。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。